横山玄之介記念碑。横山玄之介から1915年6月3日は、富山県中新川郡魚津町出身のジャーナリスト。郷は、天外ボー,ボー生。他に、アリソ一郎、無町夢町氷天地道、十海石上人といった筆名を用いた。魚津の網元の家に、死生児として生まれ、すぐに、左官職人の横山伝兵衛の養子となる。 1881年、ウオズメ小学校を卒業後、昇華に住み込み暴行をしながら独学し、1885年に、富山県立富山中学校に一期生として入学。しかし2年生の時に中退、大元人を目指して上京し、イギリス法律学校に学ぶ。その後、弁護士試験を数度にわたって受験するが合格できず、各地を放浪する。この時期に、 双葉亭氏名や内田ロアン、高田ロハンだと知り合う。特に、双葉亭氏名からは、強い影響を受け、ルポライターを目指すきっかけとなった。1894年、毎日新聞社に記者として入社。大義士、島田三郎、実業家、佐久間定一の援助によって、仮想社会のルポルタージュを中心に活動をするようになる。この頃、 仮想社会の女性の救済を訴える立場から、晩年の樋口一葉の下を何度か訪ね、信仰を結んだ。1896年から翌年にかけて、桐生は鹿が、京里ウォーズ、阪神地方の調査を実施。帰郷後、労働組合規制会に関与して、高野房太郎片山線を知る。1899年、日本の仮想社会、 内地雑居後の日本を相次いで観光。同年、過労に倒れて、卑怯、毎日新聞社を退社する。1900年、職工事情調査に加わった後、再び上京。大井健太郎と労働者の海外で稼ぎを計画するが失敗。以後、海外活動の日本人、怪物伝、南米と公安内、明治不豪詞、凡人、非凡人をそれぞれ観光。 1912年にはブラジルに渡航し、南米ブラジルを執筆した。1915年6月3日、東京、白山にて営民した。1987年、聖火近くの魚津市新金谷公園に記念碑が建立された。石踏みには、社会福祉の尖閣と記されている。この記念碑は、その後、全州観光によって、京都魚津にも取材した業績が、 明らかにされたのを機に2008年に、同市内の大町海岸公園に移設された。前週は、明治文献が2巻分を出して頓んざ。その後、社会思想者が、立花雄一編集による、全九館、別館2の全集の発行を企画したが、2000年から2001年にかけて3巻分を刊行したところで、2002年に、同社が倒産したため中断。 社会思想者版の残りを法政大学出版局が引き継ぎ2004年から刊行を再開2007年に完結した。ありがとうございます。